からの知らせは玉物前が仕組んだ罠だった。まんまと騙された英雄たちは悔しさをにじませ、その頃東卓軍は巨匠で炎章軍と対立していた。突如土器を発して兵を進めてきた炎章軍に対し、なぜ衝突しなければならないのか理由もわからないまま、両軍はすでに一死。面白い話が聞けたぞ。こちらの誰かが勝手に攻めたとは思えん。とすればやはり何者か。イエーイ、炎章の言い分などに興味はない。わしの巨匠を荒らすとは身の程知らずが。お前、董卓め、名族に立てつくなど、当選は天家の誇りにかけて奴を治するのだ。炎章、わけのわからんことを。頭のようなアホ、返り討ちよ。炎章はいつに増しておかしい。何かな。なるほど、事情は見えた。炎章軍は折れた。偽物に騙されて動いた。だが愚か者はもはや話に応じない。まずは奴を倒しておとなしくさせるとしよう。やられたか。えい、まず進軍せよ。いよいよ腹の立つドリどもよ、ここにひねりつぶしてやるから待っておれ。ああ、紹介さん、またお会いできるやないか。運命ですわ。炎章のところにいたのか。おお、一段と冴えておいでですな。目の覚める戦ぶり、見事。働きだ。危ないところでした。援軍感謝いたします。行きさぼ任せてもらおう。誰が何と言おうと、わしが真の三国武将じゃ。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。こいつも不甲斐ない。武州、やつらを止めるのだ。必ずや。誤解による戦いに意味はありません。すぐに止めましょう。黒田君を押し返してるのか。炎章がやられちまう前に止めねえと。
手に乗るか。わしに下がる者は皆切り刻んでくれるわ。やはり無駄であったな。やつの浅はかさは罪だ。そのようだな。あの者は我が軍への影響。ないようですね。敵っさ。任せてもらおう。敵っさ。あの援軍は何をしに来たのだ。やむをえず、この援本所自らが出るとしよう。だけは勝ちを譲ってやろう。もう我が支配地を終わらせてないぞ。世界黄昏が近づいて。この戦。随分な念の入れようだな。そうま。偽物が何人いようと炎将軍がわしの巨匠を荒らしたんじゃ。英才教育。